にちは、ロボティクスです。今回からスタートします新しいシリーズ、中間少年バイタルということで、毎週ですね、バイタルのパッチの作り方を紹介して、新鮮の音作りを覚えながら、プリセットをどんどん増やしていこうというテーマでお送りします。第1回目はですね、ブローステップ系のグロールベース。こんなサウンドになってます。それでは行ってみましょう。はい、ではオシレーターの設定から行ってみます。まずはこんなサウンドなんですけど、これ結構インサートがかかってるんですね。これは後で解説します。一回オフにするとこんなサウンドになります。そしてバイタルの方も一回全部オフにしました。では指令第一を見ていきます。まずウェーブテーブルですね。こちらの、グローク、グランク読み方わかんないんですけど、ここに入っているクリッキーロボット、このテーブルを選択します。ポジションをいじってみるとこんな音ですね。かっこいいですね。かなりグロールに使いやすい音ですね。そして、こちらのウェーブテーブルポジションが 39.70 にします。バイタルって小数点までかなり細かく出るんですけど、これをですね、正確に入れたい場合は右クリックして、エンターバリュー。こちらを押すと、数値を入力できるようになります。これで 39.70。こんな感じで入れると、この音になります。そしてこちらのポジションはですね、LFO1 を使ってモジュレーションします。グワングワンって動かしていくんですね。まず LFO のセッティングですが、モードはトリガーで、フリケンシー。こちらをひとまず4分の1にしましょう。そしてですね、カーブはこんな感じです。一箇所だけちょっとポイントがあって、ここですね、ちょっと早めに0に到達するように、こんな感じに作ってあります。あとでこの LFO で音量もコントロールするんですが、ここにですね、給付みたいのを作って、キレを良くする感じです。そしてこの LFO をドラッグして、このポジションにアサインします。アマウント量は 86.41。まあ、これバイタルかなり細かく出ますけど、まあ、ちょっとぐらいずれても大丈夫だと思います。そしてサウンドがこんな感じです。そして次にこれを音量にもアサインします。これはまたこのレベル、ここにドラッグして持っていきます。つまみを下げてしまって、アマウント量は最大1。100じゃなくて1。で、こんな感じになります。で、これにちょっと広がりを加えるために、ユニゾンを上げます。3です。3ボイス。このデチューンは19です。で、このアドバンストのタブで、ユニゾンブレンド。これを 37%。で、ステレオユニゾン。これを 76.5 にします。するとこんな感じです。はい、こんな感じで基本のグロゴロのサウンドができたんですが、これをですね、さらに攻撃的にするために FM というテクニックを使います。まずはですね、こちらのウェーブモーフのつまみ。こちらで FM オシレーター2を選びます。そして、このオシレーター2をオンにして、ウェーブテーブルはファクトリーにあるベーシックシェイプス。こちらを選びます。そして、レベルは下げてしまって、ピッチを12にします。そして、このフェーズランダマイゼーション。これを0に下げちゃいます。これでですね、弾きながらこの FM のこのつまみ動かすと、こんな感じのサウンドになります。さらにですね、オシレーター2のウェーブモーフ。こちらでシンクを選びます。それでさらにいじってみると、こんなになるんですね。で、ここにですね、この LFO をまた使って、2つのつまみに動きを加えていきます。それぞれのパラメーターですが、まずオシレーター1のつまみ 15.5、LFO のアマウント量が 0.185、で、オシレーター2のモーフですね。こちらが、つまみの位置は 64.5、LFO のアマウント量が 0.09 になります。で、サウンドがこんな感じでーす。はい、続いてフィルターの設定です。わーわーわーってニュアンスをさらに強調していきます。まずフィルター1をオンにして、フィルターの種類はですね、ダーティーに入ってる BPN。こちら選びます。これはですね、なんかこんな感じでスライダーいじると、バンドパスから、このピークフィルターでノッチに変わる。バンド。ピーク、ノッチの略なんですね。で、このバンドモードにして使います。ここでですね、やりたいことというのは、これを、こんな感じで、
で動き加えていきます。また LF01 を使います。カットオフの値が 79.79、まあ、80あたりですね。で、LF01、これのアマウント量が 46.11。レゾナンス、こちらは0に下げてしまって、LF0、こちらにもアサインします。アマウント量が 0.630 です。そしてドライブを上げます。14.3。そしてですね、このミックス。これもちょっとですね、これ下げておきます。78です。すると、こんなになるんですね。このミックスが結構大事で、これミックス100にしてると、割とこうまろやかな感じというか、これをミックスちょっと下げて、原音のこのハイのあたりが残るようにするんですね。こんな感じです。はい。じゃあ、ここに内蔵エフェクトを設定していきましょう。では、まずコンプレッサーから入れていきます。こんな感じで、マルチバンドです。ぶっとくなりますね。これですね、ちょびっとだけパラメータ動かして、この真ん中のバンド、これをですね、12.6、少しだけ上げて、で、アタックもちょっと上げたんだな、確か。69。で、リリース少し下げて 40.5。で、こんな感じです。次にディストーションを入れます。この場所はですね、このコンプレッサーの前に入れます。タイプがハードクリップです。で、ドライブをひとまずこの辺、9デシ、ここに上げて、ミックスの値が 0.6、このあたりです。で、こんな感じなんですけど、これをですね、ドライブを LF4 でまた動かします。アマウント量が 22.2。こんな感じです。この山がブオーンってなった時にさらにドライブが上がる感じです。で、これまあかっこいいんですけど、ちょっとボワボワいっちゃってるんですよね。この歪ませた低音がこのコンプでかなり潰されちゃってます。なので、ここでオスとフィルター、これを入れます。カットオフの位置が 67.08Hz。レゾナンスが 26.8。で、ブレンド、これは上げちゃって OK です。そしてこのカットオフをですね、LF4 で動かしちゃいます。アマウント量が 36.2 です。すると、こんな感じで低音がスッキリしてキレが良くなるんですね。で、次に使うのがフェイザーです。ディストーションとコンプのこの間ですね。ここに入れます。で、フェイザーっていわゆるこう、モジュレーション系で、こんな感じで揺れるんですけど、この揺れを止めちゃいます。フリケンシーの値をグーンって下にドラッグするとフリーズ。この辺固まるんですね。オフセット、これも下げちゃいます。この状態でこのセンターっていうのをいじると、こんな感じでフィルター的に使うことができます。じゃあパラメーターを見ていきます。フィードバックの値が 53% あたり。で、このセンター、これはですね、79.2Hz。で、上のスライダー、これもちょっと動かして、0.775、ここら辺ですね。で、サウンドがこんな感じです。ちょっとこうタイトな感じになるんですね。オフにすると、で、オンにすると、で、さらにこのスライダーとセンター、この値を LF4 で動かします。スライダーのアマウント量が 0.586、センターのアマウント量が 6.354、そしてこんなサウンドです。で、最後に EQ です。オンにするとこんな感じになります。オフだと、まあ、こんな感じですね。またこの真ん中の EQ の値で、この、ワーワーツのまた強調してるのに加えて、ハイを結構落としちゃってます。これはなぜかというと、後でインサートエフェクトで OTT とかキャメルとかどんどんかけていくと、ハイがすごい上がってっちゃうんですね。なのでここで一回下げちゃってます。パラメータ、まずこの真ん中のバンドですね。ゲインが 6.594。カットオフの値が1094。で、ここに LF4 をアサインして、アマウント量が 37.72 です。レゾナンスが 27.80。で、ハイバンドの EQ。これは原因がマイナス 7.783。カットオフが 1752。で、レゾナンスが 9.078。こんな感じです。これでバイタル内の設定は完了です。はい。では、インサートエフェクトをどんどんかけて、がっつり派手にしていきましょう。インサートエフェクトはですね、すべてフリーのままでやっています。まずは OTT ですね。こちらをオンにすると、これはデプスを85あたりまで上げています。次はキャメルクラッシャーです。これでも歪みとこうコンプレッションを加えた感じですね。このチューブちょっと上げて、で、アマウント。これ確かこのくらい下げた感じですね。で、次が2個目の OTT です。これは、タイムを全部上げてしまって、ディプス、これを浅めですね。20% です。
これでですね、さらにタイトになるんですね。で、次がソフチューブのサチュレーションノブ。こんな感じでかなり音圧が上がります。こんな感じの変化ですね。で、次の EQ で、まあ今回の音はここら辺の中域の1000とかこの1200とかここら辺が結構美味しいのでちょっと上げました。で、ちょっと痛い感じの、これは下げた感じです。で、最後に3段目の OTD です。これセッティングは2個目とほぼ一緒ですね。タイムを上げちゃってディプス浅めです。ちょっとだけここでゲインを稼いでいます。で、最後にリミッターをかけてます。じゃあインサート全部オンと全部オフで聞き比べてみましょう。まず全部オフですね。で、オンにすると、はい、これでサウンドは完成になります。でもデモで使ってるフレーズって結構複雑に動いてますよね。これはですね、パラメータをオートメーションで動かしてるんですけど、こういうことがですね、後でやりやすくなるようにマクロを設定しておきます。デモで動かしてるパラメータはこのシンク、これをですね動かすと、こんな感じでピッチが変わるんですね。で、もう一つがこの LFO のレートです。フリケンシー、これをこんな感じで動かしてます。で、こういう設定って、ベストのサウンドができた後に、なんかフレーズ作りながら動かしちゃうと、最初のあのかっこいいサウンド、どの位置だったっけってなっちゃうんですよね。こういう時にマクロが活躍します。まずはこのシンクにですね、このマクロの1個目を使います。この部分、ここら辺をドラッグすると、こんな感じでアサインできます。で、このアマウント量が 0.15。で、この鉛筆ボタンを押すと名前を付けられます。今回ピッチって付けてみました。この状態でつまみをひねると、こんな感じで最初に設定した値をこう維持したまま、サウンドを模索することができるんですね。同じようにこのフリケンシーにもアサインします。今度はレートって名前にして、で、この2分音符まで使えるようにしました。2分の1にして、アマウント量が 3.52。この状態でレートを動かすと、の組み合わせでいろんな音が作れます。これかっこいいですね。こんな感じです。そして、この2つのつまみをこんな感じでオートメーション書きました。ちょっとわかりやすく、まずこのレートだけ聞いてみましょう。で、ここにピッチのマクロ位置をオートメーション加えて、これで完成になります。はい、今回はここまでになります。お疲れ様でした。この週刊少年バイターのシリーズはですね、まあダブステップに限らず、いろんなジャンルの使いやすいサウンドをどんどん増やしていこうっていうコンセプトなので、今後も楽しみにしていてください。参考になったという方は、高評価ボタンを、そしてチャンネル登録ぜひお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。